はい、最近ね、はじめの一歩っていう、私が中学生か高校生ぐらいの時から読み始めてるボクシング漫画があるんですけども、あれのね、なんか YouTube でアニメが上がってるんで、たまに見るんですけども、なんかこう、思い出すことが結構あってね、今日も話していこうかと思います。今ご覧いただいてるのが、ちょうど私が中学生か高校生ぐらいの時に漫画で見たシーンなんですね。で、それが将来こうやってアニメで見れるなんてね、思わなかったんですけども、これがどんなシーンかというと、まだね、本当に漫画が始まったばかりの頃で、真ん中からちょっと左寄りに映ってる、しゃくれ顔のちょっと偉そうなね、真ん中のリーゼントの彼は、梅沢くんって言ってね、こう左側、右側にいる主人公の幕内一歩くんをずっといじめてたんですね、陰室に。それこそ3対1で、もう、とてつもないいじめをしていたわけなんですけども、その読者さんから見るとね、憎くて憎くてしょうがないやつがこの、梅沢くん、他2名なんですよ。でも、この漫画のタイトル、はじめの一歩であるように、この一歩くんがね、いじめから抜け出そうと思って、ボクシングを覚え出すんですよ。最初は、いじめられないように、防御力を身につけるために、それから、強さへの憧れからね、ボクシングを、なんとなく始めたような感じだったんですけども、いろいろあって、結局、プロライセンスを取って、その後、デビュー戦で勝つわけなんですよね。で、プロのライセンスを取った時に、その、プロボクサーの免許証みたいなのをもらえるんですけども、それを持ってる時にね、やっぱりこの3人組がからかいに来て、そのライセンスが見つかっちゃうんですよ。で、お前、ボクシングのプロなんて誰でもなれんだろうみたいな感じで、からかうんですけども、その時に、梅沢くんが取り上げたボクシングのライセンスをね、凄まじいフットワークで幕内一歩くんが、こう、取っていくんですよね。で、そこで、やっぱこう、みんながね、一目置いて、あ、もしかしたらすごいやつになるかもしれないっていうところを読者さんにも匂わすわけなんですけども、その後、しばらくして、こうやってデビュー戦でね、勝って、で、幕内一歩くんは学校に登校するんですけども、ちょっとした噂になるんですよ。でも、本当に瞬間的な噂で、その日のうちにね、もうみんな忘れて日常に帰っちゃうんで、一歩くんは、なんだみたいな感じで、また熱が冷めちゃうんでね、人気取りのために、ボクサーになったわけじゃないしなって、自分を慰めながら、放課後を迎えるんですけども、なんとね、その消えかけた噂に飛びついてきたのが、このいじめっ子3人組なんですよ。で、この3人組がね、一歩くんを屋上に、こう呼び出したっていうか、屋上で今ね、金網の中でこっそりと問い詰めてるところなんですけども、お前プロの試合勝ったらしいじゃねえかよみたいな感じで、またね、偉そうに、それを口実にいじめに来るのかなと読者さんはじめ一歩くんも思ったんですけども、そうじゃなくてね、おい、そのどうやってボクシング勝ったんだよみたいな感じで、その試合にものすごくね、興味を持ってくれて、半ば一歩くんが勝ったことを自分の誇りみたいにこう聞いてくるんですよね。つまり、いじめてたはずの一歩くんが、この三人のいじめっ子から見て、今憧れの存在に変わったんですよ。で、一歩くんは恥ずかしながら、ちょっとずつね、自分の試合のことを話し始めるんですけども、そこで気づくんですよ、一歩くんは。ね、もしかして梅沢くんと、みんなさ、ボクシング好きなのって。そしたら三人ともね、ボクシング好きなんだよって。やっぱり男の憧れだよねって。俺たちはちょっとボクシングするまでにやらなくてグレちゃったけども、でも、ボクシングね、見たいんだよみたいな感じ。次の試合いつだって照れながら聞くんですよ。そして一歩くんがまた次の試合ね、来月ぐらいにあるからみたいなことで答えたと思うんですけども、そしたらね、そっけない素振りで3人ともね、ああそうなんか、来月なのか、そうそう、なんていうふうに、そっけなく一歩くんの前を去っていくんですけども、一歩くんから3人がね、姿を消してこうドアを閉めた瞬間にね、突っ走っていって次の試合のためにチケットを確認しに行くみたいなところがね、とってもほほ笑ましくって、一気にね、いじめっ子で肉々しくてしょうがない存在だった梅沢くんほか3人のいじめっ子っていうのが、読者さんから見てもなんかすごくチャーミングでね、あ、いいな、こういう突っ張りたちみたいなね、そんななんか愛くるしい存在になるわけなんですよね。で、それからというものを、この3人のいじめっ子っていうのはもう誰よりも一歩くんを応援するようになって、特にリーダー格のこの梅沢くんっていうのは、一歩くんを応援するために一歩くんの実家がね、釣り具屋をやってるんですけども、そこに、働きに行くんですよね。で、ずーっと一歩くんを間近で見てて、その強さとか、ひたむきさとか、
根性に憧れて、で俺もなんか始めないといけないなっていう風に気持ちが変わってきてね。で結局梅沢くんはこうやって突っ張っていたんですけども、もともとは漫画家になりたいっていうね夢があってね、その漫画家になりたいっていう夢を実現するために一歩くんを主人公とした漫画を描き始めるみたいな、そんなところなんですよね。なんかねそういう風に思うと、初めの一歩の最終回は全部梅沢くんのなんか漫画でしたみたいなね、そんなね嫌なね夢落ちを、連想させるんですけども、そんなことはなく今でも連載が続いていて、一歩くんね、ちょっと私がねあんまり知らないんですけども、最近の初めの一歩はなんかいろんなあれでしょ、怪我かなんかで故障で引退してるんですよね今ね多分。で引退してるんだけども、カムバックを求めるたくさんの選手の励ましとか今までのライバルたちの声から現役に戻るんじゃないかなっていうことを匂わせながらストーリーが続いていくっていうところなのかなと思ってるんですけども、どうなんですかね。最近のこっちの漫画の方は読んでないんですけども、でちなみにねこの初めの一歩って漫画、前も話したと思いますけども、登場人物全てが、ね、主人公と言ってもいいぐらいみんなねキャラクターに重みがあって、今日お話した梅沢くんも、いやこの初めの一歩ってもしかして梅沢くんが主人公なんじゃないのって思わせるぐらいのキーマンになってるわけなんですよ。だって初めの一歩っていうタイトルの通り、なんでね一歩くんがボクシングを始めたかっていうと、梅沢くんのいじめに耐えかねたところもあるわけなんですよ。そう考えていくと梅沢くんがいなければ一歩くんは生まれなかったっていうね、こうちょっと皮肉なループに入るわけなんですけども、まあだからそういう意味でもね梅沢くんが最初から最後までものすごく重要なキーパーソンになってるんじゃないかなと。まあ途中からねちょっと梅沢くんは出てこなくなるわけなんですけども、まあどっかで今でもね一歩くんの漫画を描きながら応援してるんじゃないかなと思います。ちなみに今釣り具屋さんを辞めて自分の道を歩んでるというふうに、聞いておりますけども、原作を途中から私も読んでないんでわかりませんでね、これ今日の話の最後に付け加えさせてもらいますけども、実はね高村さんが主人公なんじゃないかなっていう気もするんですよ。というのが高村さんっていうのは減量の時でもね最も過酷な減量を明日のジョーバリに私たちに見せてくれましたし、それを乗り越えて、高村のアメリカ版っていうねホークっていうね、同じ名前高ですよホークっていうと、同じ名前のホークみたいな思い上がり、まさに性格まで一緒、そいつと激闘をしてね結局勝つんですよね。その後またホークのなんか友人でちょっとよく知らないんですけども、またちょっとイケメンのねアメリカ人が高村と試合をしに来るんですけども、そいつにも勝つんですよ。そのラストシーンで高村がね相手を倒してるのに、もうパンチをねもう右目も左目も潰されて見えないところでパンチを繰り出しながら最後ね鴨川の会長のミットめがけてパンチをぶち抜いて、それを素手で会長がバシッとリング上で受け止めて、もうよく見てみろもう相手は倒れてるぞみたいなね、そんなねぶっ飛んだ高村さんもすごく感動的で、みんな多分好きになるんじゃないかなと。でその後ねなんか高村さんはね結構ね試合が終わった後いつものお調子者の高村さんに戻っていくっていうところで、人間的にもすごく魅力がある人なんですよね。強いだけじゃなくてすごくユーモラスで、チャーミングなキャラクターだということで、とっても私も好きですね。初めの一歩を語る上では高村さんの存在っていうのはど真ん中にね、まさに大黒柱として存在している、そんなみんなの憧れ、高村守でございました。ということで、今日の初めの一歩は、なんか高村守さんでね、終わってしまったんですけども、まあ、この梅沢くんがね、なんかすごく憎めないキャラクターだったよってことをお話ししたくて、動画にさせてもらいました。どうもありがとうございます。